はい、こんにちは。JBS の武蔵野志望です。今日の動画はですね、バッティングにおいて非常に重要な動きについて説明していきます。胸だったり股関節の動きになってくるんですけど、自分の体をどうやってコントロールをしていくかっていうことになります。自分の体をコントロールしていくっていう場面と、力を出していく場面っていうふうにちょっと分かりやすく二分しています。例えば構えます。この辺は自分の体をコントロールしている部分ですね。ここで膝が出てしまうとか、角に頭が下がってしまう、これは自分の姿勢をコントロールしきれてないということになります。この後こう足を上げたりすり足だったり、場合によってはノーステップだったりありますけれども、この場面もまだ力を出していくっていう場面ではなくて、自分の体をコントロールしていく場面っていうふうになります。ここもコントロールですね。でここからステップ、よくあるのがグッと持っていった時に膝が折れてしまったり、バットが重すぎてこうなってしまったりすると、これはコントロールしているっていうわけではなくて、コントロールしきれてないという状態になります。ステップの動作においても、ここで膝が出てくるとお腹の力が抜けて体がこうなってしまって、インステップの原因だったり、前の脇が角に開いてしまったりっていうふうに、タイミングが取れてないだったりとか、バレができないとか、トップが作れないとか、いろんな現象として出ていくっていうことになります。今回そこで重要になってくるのは、どうやって重心を取るかっていう話です。重心っていうとおへそのちょっと下ぐらいにあると思ってもらって大丈夫なんですけれども、自分の軸足のすねが垂直になるぐらいこう体ごと持ってってしまうと、これはどっちかというと体を後ろに持ってって少しコントロールしきれない状態になります。ここで例えばグラグラしてしまう人とか、コントロールしきれない状態になってしまってるんで、その後のステップ動作ももちろんうまくいかなくなってしまいます。なので、まずこのステップまでのところで自分の体をコントロールしきるっていうことが大事になります。で、重要になってくるのは、まずこの胸の溝落ちあたりですね。これ一つの目安でしかないですけれども、横にスライドしていったり、少し斜め上にグッとこう引き上がっていくような動き、こういうような動きっていうのは非常に重要になります。あとはこの骨盤、腰の位置も少し右側がグーッとちょっと少し引き上がるような感じ。で胸の部分も少しずっと横にずれたり、ちょっと斜め後ろに行ったりグッといきます。そうするとこのように重心を動かしていくのではなくて、キュッと股関節が入って溝落ちの部分も少しずれてくる。そうするとその重心がちょっと後方に行きます。もうこれでこのいい姿勢っていうのは作りやすくなってきます。溝落ちが動くってことは肋骨も動いてくるんですけども、結構多いパターンとしては、例えばステップをしてですね、割れをグッと作っていくっていう時も、こういうような傾きすぎてしまうっていうこともあります。これは肋骨の動きだったり、その重心の取り方っていうのがうまくいかなくて起こるということになってくるんですけど、この動きをちょっと股関節を引き上げておいて胸をグッて持ってくると、コントロールしやすい状態になってきますので、そうすると適切に割れができてくる。適切に割れができるっていうことは、自分の体をコントロールしきれているというところになってきます。動いていく中なので不安定なんですけれども、この中で自分の体をコントロールしきる、不安定の中の安定を作っていくっていうのが非常に重要になります。構えて股関節は曲げておきます。でこっちの右側が少し膝の方向の上の方に向かっていくようなイメージでこういきます。そうすると使われている筋肉っていうのはこう来るので、お尻の横だったりとか、ももの裏だったりとか内側の筋肉って入ります。これノーコントロールの人はこう構えがちなので、ももの前がきつくなると思います。でもう一個はこの胸が後ろ足の太もものだいたい延長線ぐらいにグッと入ってくると、そうすると肋骨が後ろに動いてコントロールしやすい状態でステップだったりため動作に入れてくるので、ここからいい動きっていうのが連鎖して起こってくるっていうようなところになってきます。でここからはですね、いい姿勢を作るための練習方法を一つお伝えしていきます。これはサンドボールですね。重さはそんなに気にしなくて大丈夫ですね。これをこのまま下に下げます。あとはちょっと上に上げていくんですけど、この上に行った時に先ほど言った股関節がちょっとこちらの方向に動いていく感じ、胸も少し横にスライドする、もしくはちょっと斜め上に行く感じですね。前のこの横のお腹ですね、ここがちょっとこう縮んでいくようなイメージでグッと取れてくると OK です。でこの動きプラス前の足を上げていって連続してやっていきます。ちょっとやってみます。ここから
こういう感じですね。これで連続して、まあ、10回とか20回やっていきます。これで大事なのは、先ほども言ったように動いてるんですけど、自分の体の動きっていうのを安定を取れている、よくできてない状態っていうのをやりますけれども、こういう感じですね。なんか思い通りに動かせない、思い通りに動かせない、うまくできてるときはこうですね、こう動いてるんですけど、なんとなく安定感があったり、ズレだったりブレみたいなものがないという状態ですね。ここが動かないとこのままいくので、これは突っ込む、泳ぐっていうことにもなります。ここの方向がうまくいかないと膝が潰れてしまって、角に下がってバットが下がるだったり、あばらの向きがこっちになってしまうので、過度なアッパースイングになったりとかいうようなところが出てきますので、この練習をやってみるといいと思います。何回かこなしたらですね、あとは下に思いっきり叩きつけるっていうのも重要で、いい姿勢ではないと強くドンと叩くっていうことはちょっとやりづらくなります。はい、このような感じでやってみてください。少し感覚がつかんできたら、あとは素振りだったり実打でやっていくっていうのをお勧めします。構えを作ったら少し上側に引き上げていく、ここもずらしていくで構えていくと、あとは普通に打っていくっていう感じですね。という感じでできてくると、エラー動作っていうのを軽減をしてスイングするっていうことにつなげてこれると思うので、少しやってみてください。はい、今回の動画は以上となります。 JBS 武蔵では、SNS を使って情報配信の方をしております。概要欄から登録の方よろしくお願いいたします。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いします。ありがとうございました。